ははい、えー、こんにちはレトスののです、えー、個別指導の値上げまであと1日になりました、えー、理解学習を実践できていない計画を立てられていない計画は立てたけど勉強が続けられていない勉強の仕方がわからない模試では点数が取れていたのに本試験では点数が取れない これらの課題は解決しないと来年の合格は厳しいです。また、大手の予備校や大手の通信講座を受講しても、これらの課題は解決してくれません。解決するためには、あなた自身で考えて行動する必要があります。もし自分で解決するのは難しいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。これまで多くの受講者さんを合格に導いてきましたが、もともと先ほどのような課題を持っていた方ばかりです。私には解決策があります。 一緒に勉強して来年絶対合格しましょう個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいで毎回お伝えしてるんですけどもこの動画でお伝えしている内容っていうのは個別指導で教えている内容よりもだいぶ簡略化してるんですねつまり理解学習まではお伝えしてないんですよこの動画で勉強できる内容っていうのは結局はやっぱり丸暗記学習しかできないんですね理解学習をするためには関連ポイントだったり 問題文の理解だったり、解説の理解だったり、そういった部分をやっていかないと、なかなか理解学習っていうのはできませんし、それに伴って点数も上がってきません。なので、来年絶対合格したいという方は、個別指導、ご検討いただければと思います。不法行為の被害者は、損害賠償請求権を自動債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる、丸かツかという問題です。 え考えたい方はこの動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、え答えは○です。被害者に対してきちんと弁済させることから、人の生命や身体の侵害による不法行為、まあ、例えば人身事故ですね、の加害者側から相殺することはできないんですね。それに対して被害者側からは相殺することはできるんですよ。これ言い換えるとですね、 被害者側が持っている損害賠償請求権を自動債権として相殺することはできます一方で被害者が持っている損害賠償債務を自動債権として相殺することはできないんですねこのあたりはどっちがどっちだっけって悩む方いますけれども被害者を保護する規定なんだ被害者を保護するためのルールなんだということとあとは自動債権と自動債権これの意味ですねこれが分かっていれば解ける内容ですつまり、まあ、簡単な内容なんですね こんなところでつまずいていてはいけません個別指導の受講者さんについては、他の関連ポイントも含めて解説させていただきます。理解すべき問題なので、絶対理解してください。理解できれば簡単な問題です。では問いですね。宅建士の資格試験に合格した日から1年以内であれば登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、取引証の交付を受けることができるマルかバツかという問題です。 答えは丸ですね。取引所の交付申請するには原則登録している知事が指定する講習これ法定講習って言われるものなんですけども交付申請前の6ヶ月以内に行われる講習を受講しないといけないんですよただし試験に合格して1年以内に交付申請する場合とかあとは登録移転によって交付申請する場合この場合は法定講習受講する必要はないんですね 今回は、達見試験に合格して1年以内なので、法定講師を受講する必要はありません。なので、丸になるということです。えここ、引っ掛けポイントがあるので、この点は絶対注意してください。え個別指導では関連付けて理解するために、引っ掛けポイントについて動画を用意しております。なので、まあ、個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問い3ですね。 農業者が市街化調整区域内の工作しておらず、有給化している事故の農地を、事故の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない。丸か罰かという問題です。え答えはツですね。4条許可必要です。原則農業者が事故所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。 で今回はこの原則に当たるのでえ、罰になるということなんですね。でえ、これには例外があって、農地が市街化区域に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば、4条許可までは必要ないんですね。今回は市街化調整区域なんですよ。市街化区域ではないんですね。 なので、例外には当てはまらず、原則通り4条強化が必要だということです。で、この点についても理解してほしいんですね。なので、どうやって理解するかについては、個別指導で解説させていただきます。え、はじめにもお伝えしたんですけどもえ、個別指導の値上げまであと1日です。早くから受講していただいた方のが、値段も安いですし、来年合格していただける可能性も高まるんですよね。1ヶ月後、2ヶ月後に受講する方よりも、長い期間理解学習ができるわけですよ。なので、 合格もしやすすくなるんですねもしあなたが LINE 絶対合格したいっていうのであればぜひ個別指導を受講してくださいえ個別指導でお待ちしておりますレトスの小野でした